どうもこんにちは、ヒョクです。春服大量に買ってきました。春服をただただ買いたかったわけではないんですが、写真撮影がちょっと最近いろいろ詰まってまして、それ用にちょっとまあ衣装代わりにもなればなと思いつつも、総額いくらなんだろう。僕が買った春服で韓国風に着こなすやり方といいますか、まあ韓国風に見せる、まああくまでも僕のやり方ですのでね、普通に見ていただければなと思います。まず1点目はこちらです。シンプルに見えるかもしれないんですけど、あの黒のスラックスです。足の先に向かってだんだん細くなる、シルエットもこう細く長く見えるので、ちなみにこのスラックスのお値段はですね、3290円です。動画の最後の方に今回買ったものでコーデを1、2パターンぐらいはちょっと載せようと思います。全部リーゴで買ってきたわけではなくてですね、一つにまとめてもらいました。買ってきたものはこちらです。パンツからいこうかな。はい。ユニクロのレディースなんですけれども、ウルトラストレッチジーンズ、春っぽさ欲しいなと思って、色はちょっと薄めですね。スキニータイプです。僕はあの基本ほとんどスキニータイプしか着ないですね。お値段は、3990円。続きましてもう一個、これもねジーンズなんですけども、色がちょっと似てるっちゃ似てるんですけど、こっちはどっちかというとパステルっぽい水色って言ったらいいのかな。これもレディースのパンツなんですが、シガレットスキニーフィットで、あの結構ハイウエストなやつで、足を長く見せる春に着たい色合い。お値段3990円。続きましてじゃん、こちらはウィゴで買いました。これは今着てもいいか。デニムシャツはあるんですけど、デニムジャケットは1個も持ってなかったので、ちょっと1個ぐらい欲しいなと思って着てみるか。じゃん、いいんじゃないかな。続きまして、僕これをこのタイプあんまり着ないんですけど、まあ1個ぐらいは持っててもいいかなと思って一応買いました。でしかも貼るように、あのすっごいこれ薄いんですよ。生地が本当に薄いんですよ。ナイロン製で、ごめんなさいね、こんなタートルネックの上でシックやな。あ、でも値段言ってないです。イゴで買ったこちらのデニムジャケット、3990円。一緒やないかい。こちら、MA1、4990円。高いのー。ラスト、ラストは、グローバルワーク。これが今回の一番のお気に入りです。じゃーん。可愛くないですか？ストライプのシャツなんですけれども、黄色と白の線がこうストライプでこう入ってるシャツで、これすごい今回もう一目惚れで買っちゃったんですけれども、お値段4000円でございます。着てみますか。じゃん、あれなんかローソンの手当で、合計金額はですね、またスマホないよな。春服合計金額24,250円。だいぶ使ったな。まあ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 、まあ、ということで、今からちょっと簡単に買ったものでコーデをしてみようと思います。はい。寒い時はカーディガンを羽織るのもありですね。次いきます。全体的にすごい明るくパステルカラーにしてみました。ポイントはですね、ベルトなんですけれども、ベルトを太いものにすると、せっかく淡い色でね合わせてるのに印象がごつくなってしまうので、細いベルトでワンポイントぐらいに。ストライプのシャツのいいところは、シルエット自体もあの長く見せてくれるので、これはあのそのまま出しているのもありです。で、MA1 と合わせるとき、第一ボタンまで締めた方がこの辺がごちゃごちゃしなくて済みます。入れてもいいし出してもいいし、どっちでもいいかなって感じですね。まあ、これはこれで全然いいかなと思います。